小ハゼ布に縫い付けられた爪型の小さな留め具。小はぜ、小ハぜ。建築用語で金属板を用いた屋根吹きにおける板留め部分。子祖町の小羽枝に生じる小突起。ここでは、一について説明する。直旅白旅小ハゼは、布に縫い付けられた爪型の小さな留め具。告示で小ハゼとも表記される。旅、鉄工、キャハンなどの衣服類においては、 着用時に、もう一方の布にある掛け糸に引っ掛けて、固定する。その他、袋類や書物の筒にも用いられる。起源は、中国の留め具で、象牙や鯨の髭、魚の骨などを財布などの留め具に使用していたもので、ある。これが、旅の留め具に応用されるようになったのは、江戸時代頃と言われ、鶴、水牛、鹿の骨や角が多く用いられたという。 当時の財布の留め金をヒントに、まず小ハゼキャハンが開発された。その後、旅にも応用された。明治頃までの小ハゼの素材は金や造毛、クジラの骨などが主流だったが、現在ではほぼ真鍮などの金属製になった。当初は小ハゼを装置する部分の布を立つと言ったが、その後、立つは、甲の一部となった幕末の幕府コインの服装や、明治4年に、 大上官布告によって制定された陸軍商工服に用いられたボタンの製作に携わったのは飾り師や旅の小ハゼ製造から転じた者たちであったとも言われる。小ハゼがブリキ製になったのは明治16年頃から新中製になったのは明治20年からという説がある。ありがとうございます。